はい、皆さんこんにちは。フィッシングインストラクターの富所です。2021年のオンラインフィッシングショー、今度はですね、来ました。アルテグラ。ね、リールのアルテグラなんですが、皆さんね、アルテグラ、別にアルテグラわざわざ説明しなくてもいいのになって思ってる方、結構いると思うんですよ。はい。ね、入門用の機種の一つでもあるので、そんなにね、なんか言うことあります？って多分思うんじゃないかなと思うんですが、非常にですね、今回このアルテグラかなり多くの進化点があります、ね、ぜひそこをですね聞いてみてください。でまずはですね、ボディもう、ご存知皆さん鋼ボディって言ってね、やっぱりボディが強くなったっていうのは、ね、非常に、ね、皆さん実感してると思うんですが、まずボディなんですが、樹脂からですね CI4 プラスに変わりました。こうすることによって強度が当然アップします。そして強度アップに加えて CI4 プラスですので軽量化しています。こうすることによって今度はねボディが今度はスマートになってますので、見た目もですね非常に良くなってます。でこの軽量化なんですが、このモデルによってだいたいね 15g から 20g ぐらい、だからだいたいルアー1個分ねリール軽くなってます。ですので、軽量化することによって今までね怪奇種の重たいっていうイメージが多分ね持っただけでこれ分かってもらえると思います、ね、皆さんねこれ持っていただきたいんですけど、今回はねオンラインショーなんでこれが持ってもらえない、ね、フィッシングショーに来ていただければねこれ持っていただけたんですが、実際にね店頭に並んだ時に持ってみてください。まずはね回す前に軽さを実感する、そこからやってみてください。でですね当然軽くなるぐらいだったらどんなリールでもあるよと、ね、それぐらい別にそれでねわざわざリールってね、すごいって言われてちょっと困りますよっていう方、なんと今回このアルテグラにマイクロモジュールギア2が搭載になりました。アルテグラですよ皆さん、ね、多分、ずっと上の機種しか触ってない人はアルテグラにマイクロモジュールギア2とか入れていいのみたいな話になるじゃないですか。でねシマノはねこういうの入れちゃうんですよ。実際にねこの巻いた時のこの滑らかさね、この滑らかさを皆さんに本当に体感してほしいね。これぐらいのすっごい滑らかにね回るようになってます。で次に、このサイレントドライブですね、これがですねもう各部署、例えばこういうパーツありますよね、いろんなところのパーツのガタつきを極限まで抑えてます。でアルテグラであってもこれだけ抑えてるので、ボディ全体の一つの例えば歪みがねどんどん大きくなっていくと、やっぱりリールってガタが来るんですよね。なんでこうガッチャンガッチャンってね反対にこう回るような感覚あるじゃないですか。ねあれがね本当にねないです。アルテグラでこんなにこうガタつきがないのっていうぐらい、ね、今まではガッチャンとこうねハンドル回したらこうガッチャンってこう戻るのが、あるよねってこう感じてたと思うんですけど、これね本当にちょっとねあこんなちゃんとしてるんだっていう、最初に僕ね、はいどうぞこれがアルテグラですとまた渡されて回してみてください、あ滑らか、あ戻るのみたいなね、このガタつきが本当にないっていうのがね実感してもらえるんじゃないかなと思います。で当然これねお店で触ったら滑らかなのも分かりましたと、ね、でも現場に持っていくと使い物にならない、結構あります、ね、これなんでかっていうと、これ僕なんかはもうオフショアで使います。オフショアってね船で使います。でどういうことかっていうと、これ釣りするまでこうやって隠しといて、ね、釣りする時になってパッて出すわけじゃないですよね。もうタックルにセットしてあります。そうすると船の横にかけてあります、ね、その時にちょっと海が荒れてたりすると水しぶきをパッとかぶるじゃないですか、ね、この時の水圧ってバケツに水を入れてパーンってリールにかけてるのと同じぐらいの力なんですよ。つまりちょっとやっぱりガタつきがあるところっていうのはそういうところから海水が入っていきます。でそうすると海水が入ってどんどん錆びてすぐに使い物にならなくなるっていうのが、やっぱり海のリールっていうのの一番辛いところだったんですね。で今回このアルテグラなんと防水性もアップしてます、ね、X プロテクト採用してますので、
今までのいわゆる低価格帯、言葉は悪いですけど安いリールの、ね、最初お店出ましたらなんとなくまあまあよかったけど、もうでも実際に1回使ったらもうダメになっちゃうっていうのがありません。この辺の防水性アップっていうのは実際にこの釣りをするっていうところに船で走るとかそういう海が荒れてるとかって言った時に被る塩水のことまで考えてやっぱりやってないとそのリールの性能っていうのは本来はやっぱ見えてこないんですけど、そういうところにもですね気を使って今回作りましたので、この新しいこのニューアルテグラ、そういったね実際の現場でのその良さっていう部分がしっかりと実感できるんじゃないかなと思います。でですね、これ見ていただくとこのスプール形状ですね、このスプール形状、今までのスプールから、ちょっとねこのまあ模様は別としてちょっとこう長くなってます。これ何かっていうとロングストロークスプールですね。今まで、新しいリール上位機種に、搭載されてきたこのロングストロークスプールですね、これもですね搭載してますので、飛距離がやっぱり上がりました。当然今まで使ってきたアルテグラなんかよりもやっぱり伸びてるので、まあ、大体数値的に言うと 4% アップですね。なので実際に例えばオフショアでもショアでもキャストするときにしっかりとね飛距離が出せるようになって、下位機種であっても上位機種と同じような、ね、飛距離が出せるようになりました。で、まあこういったもう今までね数えたらね結構いろんな機能がもうねすでに満載されてます。でこういったね最新機構を惜しみなく搭載したこのアルテグラですね。まずは巻きね、巻きの滑らかさ、本当に滑らかになってます。アルテグラであってもね、もうそう言うとねもう下野さんに怒られるかもしれない、アルテグラであってもって言っちゃダメって言われるかもしれない、それぐらいですね本当にこれ実際回してもらったら分かる通り滑らかですね。この滑らかさ、そしてキャストね、キャストフィーリングもすごく良くなってますし、そしてね海水にさっき言ったねこの X プロテクト採用して耐水性ですね、対、この海でしっかりと使い切れる耐水性、そして、まあ、先ほど言ったねこの回転フィーリング、まあ、この辺はねボディの剛性がやっぱり上がることによってこう達成される、マイクロモジュールギア2を搭載することによって達成される、こういったですねいろんな要素が組み合わさってできたのが今回のこのアルテグラになってますので、ぜひですねこれは本当に入門者用として今まで使われてたリールではありますけども、例えば新しい釣りをするときに、リールいきなりね高い例えばツインパワーとかステラとかいきなり買えないっていう方はですねアルテグラまず使ってみてください。これを最初使うだけでもこの性能の良さっていうのはね皆さん実感していただけるんじゃないかなと思います。でサイズはですね1000番から C の5000番までね揃ってます。ですので、まあ、ショアオフショア関係なくいろんな釣りに使えますし、まあね本当に繊細な例えばアジングなんかから、ね、もう C5000 番なんかだと見ていただくとね C5000 これ C5000 なんですけどノブがねこう丸ノブ形状になってるやつからこちらのね T 字のノブになってるやつで一番小さいところは平ノブですね。でこの辺もねすごい考えてるんです。この平ノブでも単なる平ノブじゃなくてちゃんと真ん中肉抜きしてあったりとかですね、こういったもう回帰種であってもこう手抜きをせずですねこの軽量化するところとか持ちやすさ、例えばねこういった小さいところは繊細な巻きになるのでこういうね平ノブになってますし、パワー系にはねちゃんと丸ノブっていう風にねいろんなところもねちゃんと考えて作ってありますので、ぜひですねこれ発売になったらですね店頭で皆さんまずは手に持つ、でその後に回すとやってみてください。これが今年のアルテグラです。